なんでパーフェラもいや、こっちがまだやらかしたんで緊張症状医者曰くそんな感じだし、そっから意識なくなって倒れて喧嘩みたいな感じでなんか痙攣しだしたらしいんですよ。ちょっと量を減らしたかな。ひどい時本当はもう1日1本とか飲んだったもんで。あ、嫁は気づいたんだ。はい、嫁ってあの俺全然知らなかったけど面白いかな、こいつ酔っ払った時。いい、お疲れ。お疲れ様です。お疲れ様です。山口、お前なんで今日お前テレビの仕事してたんだ。はい、卓球しました。卓球ですよ。まあ細かい内容はまた後でしょうかって、カメラ回してから後でしょうかって。批判の、はい、いつもの、いつものところですね。お疲れ様です。お疲れ様です。お疲れ様です。お疲れ。あれ、テレビの昼間だから暇じゃないですか。暇だよ。どうしたんですか。なんでパーフェラもいや、こっちがまたやらかしたんで別件で電話したな。なんかたまたまやらかしちゃって話を聞いたんで飯でもご飯食って。反省会、反省会どころじゃないですよ、もう状況ですよ、ここに何回叩いても言うこと聞かないな番犬みたいに必要ないんですよ人間ですよ、反省会っていうのは。ありがとう。はい、やっと聞けるね。何やったって。脱臼したんだ。脱臼しました。どこ。言い方です。いつ。2日前。で、木曜日か。どこで。現場で。家で。家で家で家で。しかもシラフで。どういうこと。シラフ。はい、酒飲んでたろ。酒やめてたんです。は、酒やめて4日目の夜ぐらいです。4日目。酒やめて4日目の夜に酒飲んだろ。飲んでないです。嘘つきなお前。本当に。本当？何やったの。診断症状みたいな。医者曰くそんな感じらしいです。結構アルコール飲む人だとそういうの出やすいらしいです。ね、僕はトイレ行って、うん、で僕は寝室とかに水置いとるんです、うんうん。水飲んでそこまで意識あるんですけど、そこから意識なくなって倒れて。嘘。でなんか喧嘩みたいな感じでなんか痙攣しだしたらしいんですよ。嘘。で、なんか泡吹き出したもんで、うん、救急車呼んで。あ、マジ。あ、嫁は気づいたんだ。はい、嫁ってあの、俺全然知らなかったけど結婚してるからね、こいつ。俺聞いた結婚した話だいぶ前に酔っ払った時あ、女できて結婚して一軒、しかも迎えに行ったら家も全然違うところ、俺が持ってるところ全然違うところですよ、一軒家にするんだもんすよ、こいつ家買ったんだろ。家買いました。儲かっとるじゃん。儲かっとるっすよ、こいつ。何、シャワーの人酒飲めって。いや、もうそういうふうにもうやめるんだったら、そういうそのなんか精神的な病院を紹介して、そういうところで薬を処方してもらって、うん、やめた方がいい。本当にやめようと思ったんです、酒を。やめようとは思ってないですけど、一旦抜こうと思ったんです。体調悪かったの。ちょっと体調悪かったもんで、うん、で、最後飲んだ時に、飯食いながら飲んだったんです。うん、そしたらもう気持ち悪くなって戻したんですよ。うん、そして今度血まずできて喉切れて、うん、あ、もうちょっと一回やめようと思って、うん、あ、やべえなって。4日目の夜ぐらいに倒れて、うん、嘘も聞くでしょ。マジ、うん、嘘やばいっすよ。やばいな。どうしたい。お前は酒やめないの。やめる気は全くなかったんです。あ、まあ、ちょっと抜こうかな。抜こうかな。ちょっと量を減らそうかな。ひどい時本当はもう1日20本とか飲んだったもんで。お前すぎだわ。そう、水飲んでも死ぬわ。350の水に20本飲んでも死ぬだろ。はい、きついです。520本です。ありがとうございます。10リットル。どうか、まさきなしですか。大丈夫。おー。おー。僕のおすすめ料理は何ですか。おすすめ、とんちゃん。とんちゃん、あ、そうですか。昼間から 何がいいですか。マジか。あ、お疲れ。お疲れっす。お疲れ。土曜日の12時半、今最高だな。ほんで病院行ったら肩が抜けとると。うん、はい、うわ、こんな時にさ、たぶんこんな時に脱臼したりして、で、もうめっちゃ痛くて痛くて、うん、痛いけど、アイスだってなんか人が落ちるようにベッドを閉めようとするじゃないですか。お、僕も締められると、もうこの状態でめちゃめちゃ痛いんですよ。骨がもう多分こうなっとるもんで、うん、痛いっつったのにし、もう締めようとしてくるもんで、痛いっつったからなんですよ。で、僕は抱きしようって知らなかった。知らなかった、最初は。で、はめようってなって、
そっか、僕もちょっとあんま意識覚えてないですけど、うん、多分一人がこっちを持って、一人が僕の体を押さえて、もう一回ってやってたんですよ。うわー、これを何回もやられて、うん、で結局でも骨がはまらなくて、ここに筋肉が固まっとるもんで、うん、麻酔って一回眠らしてから寝とる間にはめるみたいな、うん、で麻酔一発打ったけど全然効かなかったもんで、酒飲みすぎだろ。いや、酒飲んでなかったですおうおう。でもう一発打たれて、うん、でうとうとしてる時になんか誰かが多分こうやって腕を持って一気にクリッてやって、うん、バギッてこうやって出会いたかった出会いたかった。うわー、で多分今激しい運動するとまたすぐ取れちゃうもんで、ちょっと一回休んでください。休んでる。でも何、こうやってお前結婚して家持って嫁とうまくいくと思う。一応あ一応いや今回のことやったと あれですけど、ひどい決めたんですけど、ああいやいやいや、うまくいってんだろ。もともとそういうのも分かっとってじゃないけど、面倒見がいい女なんだろう多分。まあそうそう、年上なんで。何個だ。3個ですか。あんまりこれ動画でやったやってないですね。やってないですね。やってほしくないですね。カットはしません。何やかんや病院で脳みそ、体の中は骨って今回、うん、その3個のあれで調べてもらって、うん、別に異常は何もなかったんですよ。本当。僕が勝手に体の中はちょっと調子悪いなと思ってるぐらいで。お、これ好きなやつでいいだ。はい。銀色だね。ね、大丈夫か。このタンシャブがまたタンシャブうまいんだわ。これなんか味付けも違うんですよ。普通のタンと違う味付けして。塩じゃない、塩じゃないんだ。なんかなんで味付けしたのか。大丈夫これ企業秘密、企業秘密、企業秘密。ついてやってる。食べて、ちょっと俺も食べて。はい、俺も食べて。俺も食べてる感じだ。食レポお願いします。え、うまいだろこれ。これまずタレが違うですね。普通の牛タンにつけて食べちゃう。いやいや、タンしゃぶってしゃぶしゃぶにして食べる。うん、タンも普通の味付けじゃない。うまいよ。はい、これね、サラッとしようと食べやすいから。うまい。うまい。食レポは俺でいいんけど。はい。いいよ、これ。あ、あざます。あ、何杯目ですか。はい。何杯目ですか。1杯目です。いや、うまいだぞ。そこまでですね。なんで酒のせいで、あのまず一発目が和歌山に出張行った時に、まあ、みんなでちょっと焼き肉屋行こうかって言って、バー飲んどって、まあ、ベトナム人はもうしゃべらんまで帰らして、俺と日本人の人に飲もうと思って、で、もう僕もちょっと調子こきすぎて、もうわけわからなくなっちゃって。結局もう自分で立てなくなっちゃって、で嫌な時にこうやって稼いで履いていってもらっとったらしいんですけど、でも覚えてないよ。覚えてないです、そしたら僕が思いつくまま頭がバーンと落ちてたんで、嫌な時もそのままどっかゴリドッカどっかでバーンと飛んどって僕もそのまま転がってってもう血だらけになって、で履いていったらいいんですけど、なんか嫌な時はちょっと目を離した時に、僕そう泊まっとって部屋が3階あったかなんかあるんで、階段上がってとったんですよ。嫌な時はちょっと目を離した時に僕階段から転げ落ちてたんですよ。3階から2階の踊り場ぐらいまで転がっていったんですよ。うわっ、血だらけだ。血だらけです。もうほんと仕事の言い方ただのクズだ。まあ本当よ、お前次の日やったらもう血上げやと思う。何これみたいな。休んでいいかって言ったらダメですって言われた。出張で出張です。ここにいや、お前何なんすか。転換で一回お払い行こうかな。お前なんか行くな。神様はちゃんと見とるから。神様はあの甘えてくるやつは嫌いなんて、それ聞いたことあるの。神様助けてくださいってやつは本当は神様好きじゃない。一生懸命やってる人を神様と応援してるから。俺はそっち派。なんかまあ手合わせるって大事。僕でも心の中で神様に認められるように頑張るっていうか。だからいや無理じゃない。お前だって神様のとこにこうやってお願いします、お願いします、結構今年悪いんでって言って
家帰ってお前ガーッてやるねーまたでしょマジやったんだろこれ食べれるかあんまホルモン食べんの、はい、キャラさホルモン味が嫌いとか好きなんでミリミリしよう、はい、あれお前やホルモンやっぱ人気ださっぱりしとか何これだ、はい、いい感じだったえ待てる回りましたお前これ俺がトイレ行った時に頼んだやつだろいや違いますねは違いますいや視聴者の皆さん俺がトイレ開いた瞬間に声を切ればいい中開いたぜーって言ったもんね俺 トイレ扉開けて、勝手に頼んどんだ俺にいいところでって、はい、怒ったやつがもう半分いや、さっき頼んで来たでしょ、ちいちゃんはい僕がトイレ入った時になんかこっち注文したじゃないですかそれも来とるでしょはい、来てます来てないですよね来てます来とるってよ何番目で、俺が4の5、はい、になりますよねもう4の5、まあいいや、今日は何だよ少々皆さん、でもね、まあ今日はあんま言えんけど次回動画でね、まあまあ、賞味1時間ぐらい、はい、動画になってないので、ね、こいつの、そうですね、おすごいことが発覚しましたから、俺に隠しちゃってな、さあ、それカットでお願いします。いや、カットでいいよ。まあ、俺がじゃあキューピってやるかな、これだけは視聴者に教えていい。はい、俺がキューピってやるだけで、とある女性と結婚してました。俺に隠しました。しかもみんな隠しました。俺に次回最高の動画を撮ると思います。会いに行くんですか。当たり前でしょ。はい、次回じゃあ楽しみにして、まあ今回ね動画になったところは何の話だ、まあ、数字とか会社の話は今日してないか、はい、動画の中では実際はね本当にまあ今日大きい数字の話と来年本当にもう決算っていうか、南施工サービス施工会社の決算が残り3ヶ月で、来年ちょっと大きくシリングハンが動く、もうこれ確定したな、はい、今度今日ほんと次回、まあ、こいつの奥さんの話、シリングハンの飛躍、面白い動画がまた山口の周りに転がってますんで、ぜひチャンネル登録いいねよろしくお願いします。します。あと木山くんとこ、まあ、ちょこちょこ多分料理も移しとったんで、木山んとこっていう居酒屋だからね、はい、とこっていう焼肉屋ぜひ遊びに来てください。よろしくお願いします。お願いします。せーの、木山くんもお願いします。はい、せーのまた見てねあ、じゃあまた見てねやって、せーの、ルネもおいで、また見てね、せーの、また見てね、店に遊びに来てねって会いに来てねって言えかわいい。シリングのインスタ見てくださいね。あ、シリングやってんの。はい、頑張って増やしてっとるんで今。おマジ。はい、おマジ。なお前のアカウント。僕じゃないです。シリングハンっていうアカウント概要欄貼っときます。あ、俺それ知りたい知りたい。すいません、レモンチューハイ。お前ちょっとお前もおまけこれおまけでもう一杯いっちゃいました。あ、キヤマ君カレーってありますか。カレー今日はない。キーマカレー。あ、カレーね、ごめん。あ、じゃあそうめんもあるんですか。そうめんはあるよ。そうめん、いや、カレーもそうめんも。あ、こうやって締めがまたうまいよ、ここの店が。いや、キーマカレーマジうまい。あれ、ほんとに、ほんがちうまい。食いにくい。Yeah.